肌ツヤ最高です。実はちょっと私の中では達成して喜びを得ることのできる夢を作っていくっていうのは、久しぶりです。ちょっと待ってくれ。メイク完成しました。なんじゃそりゃ遅。ヘアメイク中を撮ろうと思ったんですけど、ちょっと会話が弾んでしまって押すのを忘れてた。今日のヘアメイクはこの時と同じヘアにしてもらいました。メイクは一緒っていうかヘアですよね。ヘアですね。この写真がとても好評だったので今日もこれで参加したいと思います。メイクって薄いですか？濃いめ？いや、そんなに濃くないかも。もうちょっとする？だからもうちょっとする。まあでもなんかリップ塗ったら、そう、なんかまあバランスかなと思ってさ。あなたは割とさ、まつげバンってやるじゃん。あ、上げ方ですか？そうそうそう、はいはい、だからなんか一回それ見てからの方がいいかな。あ、なるほど。私ってこれまつげバンってやってるんですか？結構バンってやってる。あ、やってるんだ。うん知らなかった。なんか他人と比べれないから私。うん、結構まつげバンタイプなのよあなた。それってビューラーが強いってことですか？ビューラーかな。ビューラーを上げすぎ？いやそこはさ、もう個人のあれだから。うん、なんか落ちるかなと思ってやっちゃうんですよ、そのしっかり見る。あ、そうですそうです、うん、結局あと何分か経ったら落ちるかなって思うと上げちゃう。私は唯一無二でーすって言って撮ってもう着いちゃった。モード学園に到着。肌ツヤ最高です。あら、ありがとうございます。あら、わら、なんか緊張しそう。どうしよう。あ、こういうタイプに入れるんですね。ね、俺はまあちょっと別させられたけど、ここでいいのかな。店頭に置いてあるのまだ見たことなくて、はい、その感動を味わってないんですよ。ありました。目黒さんの横だ。目黒さん、こんにちは。お隣失礼してます。嬉しい。初めて並んでなりました。私いました。よろしくお願いします。今からイベント準備でちょっとドキドキしてますけど頑張ります。ねえ、やばい、話す内容ちょっと怖い、もう怖いです。どうしようかなって。これぐらいのちょっと、もう30分前ぐらいだよ。どうしよう。で、これオリジナルトートバッグ、トークショーにいらっしゃる。あと20分お客さん、50分もう発送してもらって。やばい。あと気持ちだけ大丈夫、可愛いよ。いやいや違うんですよ。厚美さんをお呼びしたいと思います。拍手でお迎えください。こんにちは、ありがとうございます。皆様お集まりいただいてありがとうございます。三条厚美です。今日はよろしくお願いします。なんか顔見知りの方もたくさんいてすごい嬉しいんですけど、まあ、一作目がこちらのジョバズシンプルベーシックっていう本を2年前に出版させていただいたんですけど、その2年前の11月9日に出版していて、で実はこれも11月9日で出版になったっていうすごい奇跡的なタイミングで、偶然ですよね。偶然2年後に出版ということが決まりました。結構インスタグラムとかでいろいろ皆さんからお声をいただくことって、まあ、ファッションのことはもちろんなんですけど、マインドのこととかお仕事の頑張る方法というか、何ですかね、前向きに頑張る気持ちの持っていき方ってどうしてますかとか、なんかそういう質問がとにかくたくさんいただくことが多くて、ガツガツじゃないですけど女性がこう前向きに進んでいける方法とか教えてくださいみたいなお問い合わせが多かったっていうのを、本のお声掛けを出版の方にいただいたタイミングで、実はちょっと私の中ではマインド的なお話もしたいんですっていうことを言って、今回のこちらのジョバスタイル、なりたい私になる31のわがままというタイトルで出版することになりました。自分に対してもっと目を向けてわがままになっていける方が増えていったら嬉しいなという思いで作ったので、ぜひ皆さんもいいなと思うメッセージがあったら、なんか周りの人に
こういうのがあるよってアドバイスをしてあげたりとか、そういう活用方法もしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいし、ここにいらっしゃる31名の皆さんが前向きになる毎日が送れたらいいなと思います。今日は短い間でしたが、トークショーを聞いていただいてありがとうございました。なんかこうスムーズに円滑に回していただいたおかげで達成できたので本当にありがとうございました。では皆さん一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。早いな。アイシャマも乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。え、どっちのテーブルが食べれるか競争する？負けないです。絶対こっちやで。確かに4人でしかもまず1人がやばいから確かに食べる量のさバランス真面目すったねテーブルあーごめんなさい失礼しました私は幸せ私は幸せはい、私の今回のジョバスタイルのお渡し会が終わりました。皆さんありがとうございました。なんかこういう外の
本屋さんの中でやらせていただくのは初めてだったので緊張したんですけど、ごめん嘘、緊張はしてない緊張はしなかったんですけど、どんな感じかなって思ってたらすごい皆さんとの距離が近くて、でなんか私の時になんか一人一人こうやって来る時のなんかあーみたいなお顔があまりにも嬉しすぎて、なんか私もすっごいエネルギーとパワーをもらったいい会になりました。来ていただいた方ありがとうございました。そして今日来れなかった方でも買ってくださった方がたくさんいらっしゃると聞いているので、皆さんありがとうございます。またいろんなところでイベントできるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。持って帰るって本当に